NHK 連続テレビ小説、舞い上がれ。が11日、大阪、市の NHK 大阪放送局で、クランクアップを迎えた。ヒロイン、岩倉舞を演じる女優、福原遥、24、は、約10ヶ月に及んだ撮影を終え、同局を通じて、コメントを寄せた。皆さんがすごく支えてくださったおかげでクランクアップできたことに感謝しています。私自身、中学生の時に朝ドラを見て、すごく励まされていたので、いつか自分もこの朝ドラという場所で、たくさんの人に元気や勇気を届けられる存在になれたらいいなと思いながら仕事をしてきました。バンバが言っていた、どがん向かい風にも負けんとたくましく生きるとぞのように、どんなに辛くても前を向いて進んでいったらその先に明るい未来が待っている。夢を持ったら諦めなければ、いつかその夢はいろんな方向であっても叶うというメッセージが、たくさんの方に届いたらいいなと思って演じてきました。舞い上がれ。で、出演者やスタッフの皆さんと出会えたことは一生の宝物です。ここで学んだことや出会いを大切にして、これからもそれを胸に生きていきたいと思います。ドラマの放送は4月1日まで、本編は3月31日まで。4月1日は振り返り。